カスピ海沿岸低地付近の衛星写真。中央の黒い線はボルガ川、カスピ海沿岸低地はカスピ海北岸一帯に広がる低地のことである。面積約20万平方キロメートル。この地域はカザフスタン、ロシアにまたがる低地で、所々に大地も存在しているが、小岸から100から200キロメートル以内は海面下である。 最も低い地点はマイナス28メートル。世界でも有数の低地帯である。1月の平均気温は北部で低く摂氏14度、南部で低く摂氏8度、7月の平均気温はそれぞれ摂氏22度、摂氏24度である。年降水量は150から300ミリメートル。古来から地球が温暖になるたびに何度も固定になった地域であることもあり、砂や、 粘土堆積物が非常によく見られる。5から6月に吹く、スホベエという熱風の影響もあり、頭部の乾燥は、特に著しく、低地に流れ込む、小さな川は途中で枯れてしまうことが多い。よって、次第に水に含まれるごくわずかな塩分が、濃縮し土地が塩化してしまっているため、足腹が広がる他はあまり特筆すべき、植物群は見られない。放牧も行われているが、 生産力は低い。工業は唯一塩場川流域での石油の産出と、バスクンチャクエリトン湖などの塩湖で食塩の採取が行われているのみである。ウラル川、ボルガ川、テレク川などの大河が流れており水を大量に得ることができるので、果樹、野菜などの栽培が盛んである。人口も多い。ありがとうございます。